俺を呼んだのは君だろ。テレビアニメシリーズ開始から36年、伝説のスイーパー冴羽亮の物語がついに最終章へ。冴羽さんが殺されたらどうします？亮は死なないわ。逃れられない宿命の対決が今作劇場版シティハンターエンジェルダストで幕を開ける。生き延びている限り過去は追いかけてくる。劇場版シティハンターエンジェルダスト。シティハンターの舞台新宿。こんばんは、 AAA のお時間でございます。この番組はアメージングなアニメについてゲストの方々とひたすらアーギュメント、つまり議論をしていく番組でございます。第1回目のアニメは劇場版最新作で、大注目のですねシティハンターでございます。今回は、その制作に携わったスタッフ、そして大ファンだという女優さんたちとディープな議論をしていきたいと思います。それでは参ります。アメージングアニメアーギュメント、劇場版シティハンターエンジェルダストの裏側聞いちゃいますスペシャル。さあ本日はシティハンター冴羽亮の出演場である新宿の一等地に立つ新宿プリンスホテルの25階にいます。新宿の街並みを一望できる、和風ダイニングバーフーガを貸し切りましてですね、シティハンターを語らせたら右に出る者はいない方々にお越しいただきました。今日は名刺を持ってまいります。名刺をどうぞよろしく。すごい、冴羽亮って書いてある。そうなんですよ。裏にはほらエンジェルダストのビジュアルが書いてありますね。はい、就任を記念して名刺を作っていただきました。やっとご披露できました。はい、私ここにいていいんですかね。いやいやここに座るのにお金出した方がいいのかなっていうぐらいいくらか包まないといけない、はい、包まないといけないぐらいちょっとレジェンドたちに囲まれて。宮地さん、これ大ファンということなんですけれども、小学生の時に通ってた歯医者さんにコミックス置いてあったんですよ。まあ、ちょっとドキドキしちゃうじゃないですか。なるほどなるほど、大人の漫画ですもんね。だから他の患者さんにバレないようにこうやって読んでたらすごいハマってしまって。じゃあ原作からのファンということでございます。はい、そうです。はい、そして聖地巡礼のお写真があるんですね。はい、こちらでございます。はい、あ、出た。これは前回の、はいはい、伝言版だ。はい、伝言版の前で、はい、やっぱりもう新宿で見ようと思って、はい、この東方のところで、ね、あそこで見たんですけど、私もそこで見ました。はい、はい、ありがとうございます。もう嬉しい。XYZ を書いてる風の写真を撮りたくって撮ってきました。いいですね。さあ、そしてあ、なんかカフェに、はい、これは30周年の時 の、 あの吉祥寺パルコでコラボカフェされてた、うん、行ってますね。ところに、はい、行ってきました。同じ格好してる。すみません、私ね、香りになりたかったんですよ。どうしても、はい、どうしても香りの気持ちを味わいたくって、うん、写真上でだけでもちょうどね、香りを全部消すように。そうなんです。すみません、香りも、ね、体を密着させてますもん。すみません。監督いかがですか、こういうファンは。もともとシティハンターは女性のために作った作品ですので。あ、そうなんですね。そうなんです。テレビでやるにあたっては女性ファンが欲しいと。へえ。女性って感情を行動で表すじゃないですか。はいはいはい、そうすると1ヶ月ぐらい経ったら段ボール箱でファンレターがいっぱい届いたんですよ。うわ、すごい。ほとんどが女性だったんです。へえ。これ女性ファンに向けてっていうのは具体的にどういうところ。まあ、女性が嫌がることであるとか、セクハラをしたら寮は必ず罰を受けるやつ。なるほどね。ああ、そういうことも入ってるんですね。まあ、中年目線はやめるとか。はいはいはい。やっぱ寮のセクハラって今でもそんな嫌な感じをしないですもんね。しないんですよね。うん、実際にいる方があれやるとアウトじゃないですか。まあ、そうですそうですよ、今ね。でも、はい、冴羽亮だったら全然 OK みたいな、うん、やっぱあの作り方はすごい。まあ、やっぱりカラッと爽やかな、はい、エッチ路線っていう。今回会場である新宿プリンスホテル25階の和風ダイニングバーフーガではですね、劇場版シティハンターエンジェルダストとコラボした2種類のオリジナルカクテルをいただけるということなんですね。味わえるのは美しい涙をブルーのグラデーションで表現したカクテルエンジェルダスト、そして新宿の夜を思わせる色合いの XYG フーガスタイルは紫のシソを加えた和テイストのカクテル。およそ2ヶ月間限定で新たな聖地が誕生しました。さあ、今日の出会いを祝して乾杯いたしましょう。それでは乾杯。乾杯。さあ、
なんかすごい爽やかな感じで、この時期に合う感じ、はい、結構ね、はい、強いです。あ、強いんですね、はい、でもね、甘くてジュースみたいだから気をつけないとベロベロになってる、はい、なるほどね、気をつけないといつの間にかっていう、はい、いつの間にか。さあ、そして神谷さんと若林さんが今回の収録にあたって何やらお宝を持ってきていただいているということなんですけれども、はい、神谷さん、こちらにございます。お、あの、僕、はい、毎年北条司先生に、はい、年賀状の原画をお願いしてて、ずうずうしくも年賀状の原画、はい、で、おお、これがそれなんです。これ原画、原画です。はあ、すごい、すごいでしょ。え、めちゃくちゃすごい、かわいい、はい、豪華すぎませんか。すげえ、これも神谷さんが毎年もらってるんです。そうなんです。ですから僕のところには、はい、かなりの枚数の先生の原画が、はい、そうですよね、はい、それからね、100トンハンマーを作ってもらいました、はい、100トンはないんですが100トンと書いてこれなんですか。これあの、はい、東急ハンズで買ってきまして、で、このりょうちゃん、本当だ、りょうちゃんと北条さんのサイン、はい、これはもうお宝なんで、はい、あの、もう普段はぐるぐる巻きにして、なるほどね、置いてあります。すごい、今から考えると、はい、いろんなことをお願いして、はい、本当申し訳なかったです。ありがとうございます。です、はいはい、そして若林さんは、はい、もう神谷さんのすごいのが出てきた後なんで僕はもう今の後はね、ちょっとねそうなんですよ、かなりハードル上がりますよ。ハードルが上がっちゃう。あの、これもう小玉さんにも神谷さんにもお見せしたことはないんですが、実はおお、お、りょうちゃんだ、うん、これはですね、テレビシリーズのシティハンター2の時のじゃないかと思うんですけども、はい、実際のアニメの制作に使用されたセル画、セル画なんですね。へえ。で、このセル画は実は僕がプロデューサーだから持ってるんではなくて、僕が小学生の時に入手してたものなんです。で、当時からもう僕シティハンター大好きで、その時にいただくことができた1枚で、将来アニメ制作することなんてわからないし、そうですよね、で、仮にアニメの制作になったとしてもシティハンターやれるかなんてわかんない。だからちょっと今見るとちょっと運命を感じる。小玉さん、これ見覚えあります？まあ、もちろん100本以上やってますから見覚え、どのカットどれかは分かんない。いや、僕もね、どの話数なのかまでは分かんないんですけども、あと意外とこのラフな感じで持ってくるんですよ、このそうそうそう、いや、今日この番組があるんで、はい、正直で何十年ぶりに出したっていう感じ、はいはいはい、うん、ありがとうございます、素晴らしい、はい、あ、今日はシティハンター3つの A ポイントについて議論いたします。まず議論するものはこちらでしょう。なぜサイバリオは最高なのか。基本的にはかっこよい、はい、強い、はい、優しい、で、まあ、ひょうきんでちょっぴり、うん、エッチちょっぴりじゃないかな。それが、はい、いいバランスで存在してる。だから、演じていてもう面白いですから、うんうん、原作の北条先生や脚本の方の思いを一身に背負って遊んでました。なんかこう演じ方はもう初期からどうですか、変わりましたか。作品を、はい、いわゆる僕がやるって決まる前から読んでて大好きで、あ、そうなんですね。でもこの役は僕しかいないと思うような気持ちでいたら、はい、オーディションの話が来たんですよ。量っていうとシリアスなところとギャグのところの振れ幅がとっても大きくて、でその振れ幅がすごく早いタイミングで来るじゃないですか。成立するのかなとかって前作やった時、実はですね、今日シティハンター91の台本がこれたまたまいくらさんのサインが入ってて撮ってあったんです。で、この時のやり取りの中にそういうところがちょっとあったんで、やってみた方がいいですよね。うん、いいんですか、うん、レジェンド神谷が緊急生アフレコ。何、お互い怪我がなくて何よりだ。ところで君の名前は。おー、翔子くんか、いい名だ。僕の名はサイバリオ、これも何かの縁だ。そこいらでお茶でもいかがですか。あの後ろの方は、この私牧村香織は
こいつのもっこりから女性を守るのが仕事なの。あれ、かおりちゃんいつからそんなお仕事してるの。門頭無用くらえ百トンハンマーギャーすごいほろっとやっぱね、セリフの間にやっぱり変えられるようにちゃんと作ってくれているんですよ。今も聞くとそれが分かります。はい、香りのところで切り替えられるようになってます、はい、感情がちゃんと作られるようになってるんですね。なんかこう今右耳がちょっとおかしいですなんかあいいのかなこんな贅沢、私も今日いい夢見れそう監督どうですか、冴羽亮の魅力っていうのは。やっぱりかっこいいのは一番ですけれども、はい、まあ、そこにギャグありエッジあり、うんうん、まあ、いろいろな要素を加えてあるので、はい、これは男とすればどちらかというと理想的なタイプになっちゃうんですよね。だからかっこいいシーンになると自分では言えないかっこいいセリフを、はい、神谷さんに言ってもらおうとして加えたりしてます。あ、そうなんですね。児玉さんがこのかっこいいセリフへのこだわりっていうのは、亮、はい、のすごく大事なところでのかっこいいセリフが大体シナリオ作りで先に決まっていくんですよ。ほう、児玉さんがそれを決めてそこから遡ってお話を整えていったりとか、されてるんですか。そうだからこの作品で冴羽亮っていうキャラクターとその言動が大事っていうのが一緒にやってて分かりました。そう作ってったらやっぱそのセリフやっぱバシッと決まりますね。これがまたね決まるんですよやっぱりだからまさにね宮地さんもやっぱりね冴羽亮をね男としてやっぱ、はい、あの結婚したいです、ね、そうですよね、はい、冴羽亮と結婚したい女の子と出会いその子と親友になりましたもうそれぐらいやっぱりシティハンターの世界が私のこう人生を変えてくれたし、はい、本当に大好きです。うん、続いて一押しキャラは誰。やっぱり海坊主も魅力的なキャラで、うん、あの強いだけではなくて、はい、優しいし、うん、女性に対しては本当にウブだし、ミキがゾッコンっていうところがなんか、はい、なんいいんですよね、うん、で海坊主が結構硬派でウブなところだからあまり来られちゃうと、はい、うんってなるというあの感じがねなんかほっこりするんですよね、はい、いいですね。はい、児玉さんも海坊主すごい大好きで、あ、そうなんですか。いや、これね、そう僕はいじれるキャラとして演出家として楽しみを持っているということなんですよね。量とか香りとかって本質的にはやっぱり僕らはそんなにいじれないんですよ、心の中までのことは。なるほどなるほど。でも海坊主に関してはギャグとして僕らいくらでもいじって楽しめるのでどん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 遊んでしまうんですよね、はいはい、プロデューサーはそれだと困っちゃうんですよあれだって違うみたいですよ監督だってね、いや、はい、シナリオできてて、うん、でシナリオ段階でも尺が決まって、決まってるお話できたねっていう風になって、うん、で児玉さんの手が入ると海坊主がどんどん増えてくるオーバーしてる。で児玉さんに海坊主増えちゃってるじゃないですかって言ったら他のところを切ろうとしてる重要なところちゃんとしたところ芝居の下り切ってウィボーズの面白いところ増やそうとしてるから、はい、いやいや勘弁してくださいよ。めちゃくちゃ気に入ってんじゃないですか。前回だいぶ言いましたよ。それぐらいお気に入りなんですね。だってシティハンターのいいところじゃないですか、はい、そういうお笑いもあったりして、うんうん、それを抜くっていうのは多少のことはストーリー切ってでもやんないと。そうか、それ劇場版でも変わんないんですね。そうですね、どうしてもそれを増やしてしまいますね。今回もかなりお遊びしましたんでかなり若林さん苦い顔してますね。いやもうちょっとしかも今すごい岩井さんを味方につけようとしてどんどん僕が今回だからねどれぐらい遊びがあるのかっていうのもね楽しみにしております。さあ続いて、議論するのはこちらでございます。出演者が選ぶシティハンターアニメナンバーワン神回。僕はですね、小学校の頃にテレビスペシャルが放送されてた、あのグッドバイマイスイートハートっていうね、はい、あの山手線に爆弾がこう仕掛けられて、で、はいはい、で解除するか止めるかみたいな感じのところだったんですけど、そのね、僕がね一番印象に残ってるシーンこちらでございます。ハライチ岩井が選ぶアニメナンバーワン神回がこれだ。お前に爆弾の解体はできん。カオリ、リード線の色は？赤、白、青、黄色、それに黒と緑よ。カ
確率は6分の1だ。神に庇護を請うか。運を天に任せるほど自信家じゃない。こうするのさ。香織、もっこりブルーだ。バカ、本当にそんなことで。俺のもっこりに間違いはない。あのバカ。しびれたんですよ。やっぱこのテレビスペシャルの最後の一番シリアスなシーンで、うん、スカートめくってパンツの色で切る線決めるっていう、で香織もそれを信じて切るっていうところがなんかやっぱこうシティハンターだなと思ったのと、あれの前で依頼主のこのエミっていうこのね、あの女の子がこの爆弾のスイッチがついてる、あの椅子があって、ここから体重がそうあのなくなったら爆発してしまうみたいな、そこにあの私体重同じぐらいだからって言って香織がこうスライドして自分が犠牲になった後のあれだったんで、でもめっちゃ香りの中からハンマーとかいっぱい出てくる。そう本当はもっと体重重かったみたいな、しょうがねえだろみたいな感じになるんですけど、すごい思い出した。そっからやっぱ香りが犠牲になるかもしれないっていうシリアスなとこからスカートめくりだったんで、うわこれがやっぱシティハンターの真骨頂なんだろうなって思いましたね。僕はあのシティハンター2の49、50話で、まあ、2話完結のさらばハードボイルドシティというものなんですけれども、もう本当に僕はやっぱり神回。そう、あの50話、あれ実は最終回用に作られたみたいな噂を聞いたことがあったんですよ。でもその後も何話かあるじゃないですか。いや、とりあえず発注された仕事を最終話だというのを何回も言われて、作ったらその後になんか 2,3 週間すると次始まるからって。そうか、閉店詐欺みたいな感じ。これだから皆さん同じシーン上げられてたって、はい、僕もこれ上げました。やっぱりそうですか、岡部さんも。アニメオリジナルシナリオの回なども傑作回って言ってもいいと思いますね。映画作るときにやっぱり意識するのはこの回。この回なんですね、なるほど。ハライチ岩井以外全員一致の神回がこれだ。果たしてできるか。お前が元に戻らないのなら生きていてもしょうがない。お前を泣かす男が今はお前を。私は出てんな。新宿の街が映るんですよ。ここはかっこいいですね。そう、カウントダウンが始まりながら、あ、ここでしょ。そう、ここで見守る。そう、さえこさん、これがね、すげえかっこいいですよ。エキストラのこの刑事みたいなやつらですらかっこいいです。そう、そうなんだ。誰だか分かんないからね、かっこいい。なんでしょうね。あ、これこれこれね、この2人、これね、この後ミキがいい、これがいいんですよ。そう、これここもいい。そう、サイコもすごい綺麗。あ、歌
そう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 。でね、この打つでしょ。打った後に飛んでく弾丸に合わせてのそう、ここから来る。そう、牧村は。ああ、なるほど。牧村。なるほど。笑顔の牧村。かっこいい、かっこよすぎる。で、そうか、顔を切らない。なるほど。で、こっからアハハで入るのもまだいいんですよ。シーンが変わって、あの依頼人の。みなさん、すごいな。そう、そうなんです。ゲットワールドはすげえ覚えてる。落差がね、受けいいですね。そう、すごい。分かってくれました。普段の生活が戻ってきた感じで。はい、よかったわね。はい、まず神谷、あっぱれ。私、神谷さん、あのここであのイーサ打てよを言っていただきたい。それも一生の思い出にして。イーサ打てよ。ありがとうございます。さあ、そして神谷さん、小玉さん、若林さんいるならちょっとこれを聞かずにはいられないでしょう。こちらでございます。最新作エンゼルダストのここがヤバい。今回の作品ではそのやっぱりそろそろ寮の過去、あるいは貝原新エンゼルダストを描かずにはいられない。1987年ですかね、テレビ放映があった時にはあの薬物とか非常にお茶の間に入るには放映されるものではまずいだろうということで自粛規制をして一切使わなかった、はい、使わなかった。なるほど、なるほど。ですからそのずっと避けてきたんですよ、テレビシリーズでは。でも2本目を作るにあたってはもうこれは避けて通れないだろうと、やっぱりファンのためにも原作が終わってる状態で皆さん知ってる中ではここを描かざるにはいられないということで、思い切って正面から描くことにしました。実は前作の新宿プライベートアイズを作り始めた時に児玉さんが持ってたストーリー案で実は貝原真に触れるようなものになってたんです。ああ、そうなんですね。で、結果的にはそういう作品にならなかったんですけども、今回第2作やるっていう時に児玉さんがのアイディアとして出てきた時に、あ、やっぱり児玉さんの中ではずっとこの描きたい、描かなきゃいけないと思ってたものがついにこの物語やるんだっていう思いでやってました。ストーリーの面白さ、それから絵が綺麗で音楽も素敵、で声優さんも素晴らしい演技をしてくれた、そういう意味では自信を持ってお届けできる作品に仕上がったなと思ってます。新しく劇場版をやるっていうのをツイッターで見かけた時に結構飛び跳ねたんですよ、リアルにってなって、でそれで予告を見てエンジェルダストってなって、やっぱすごい楽しみにもしていたところなので本当に今回ありがとうございます。という感じです。やっぱりね、新宿で見たいですね。そうですね、僕も新宿で見ます。新宿でね、やっぱりね、あそこでね、はい。さあ、ということでエンジェルダストへの期待が高まりましたんで、皆さんぜひご覧ください。皆さん今日はありがとうございました。サイバリョウという名前気に入ってくれているようだな。これがあなたの最高傑作なのですか。生き延びている限り過去は追いかけてくる。劇場版シティハンターエンジェルダスト。